はい、じゃあ自然言語処理の概要とアルゴリズムの基礎について、自然言語研究室、すみません、自然言語処理研究室学部3年守屋が発表します。まずはじめに、このスライド全体はですね、この次の2章を参考にさせていただきました。で、今回の発表ではこの自然言語処理についての概要説明を9分程度、またアルゴリズムについての説明を6分程度、計15分程度で説明していきたいと思います。まず、自然言語処理の概要として、自然言語とは我々が日常的に使用している言語のことを指します。この自然言語をコンピューターで処理する学問を自然言語処理と言います。で、このコンピューターは機械語によって指令が与えられているため、その自然言語を解析してコンピューターに理解させる必要性がこの学問の難しいところとして存在します。で、自然言語をコンピューターによって理解させるためには、基本的にこのような解析が、このような4つですね、4つの解析が行われています。まずこの系列解析としまして、携帯素解析と固有名解析があります。これらは、文を単語に分割して、各語の品詞や活用を認識し、さらに人名や地名などの固有名を認識するという解析手法となっています。例としまして、マリオはフランス語も話せるといった文を系列解析すると、こちらのように、マリオが人名、その次に来るハというのは助詞、フランスは地名といったような解析が行われます。次に構文解析なんですが、これは文の構造、文中の語句の間の修飾関係を明らかにする解析手法です。先ほどと同じ、マリオはの文に構文解析を行うと、話せるといった語に、マリオはといった誰がといった情報と、フランス語もといった、何をといった情報がかかっているという解析結果が出てきます。次に意味解析なんですけども、こちらは、文中の述語と項の関係を捉えるといった解析手法になっています。各解析をこの先ほどの文に行うと、マリオはというのが画角であり、フランス語もというのが語角といって、内容的にはマリオがフランス語を話せるといったような解析結果になります。で、次に、文脈解析なんですけど、文をまたぐ語句の結びつきについて解析、または節文間の、意味的な結びつきの解析を行うものです。先ほどの文にちょっと追加した、複数の文に、省略解析を行うと、マリオはフランス語も話せる、フランスにマリオが留学していたからだのように解釈することができます。また談話構造解析を行うと、マリオがフランス語を話せる理由はフランスに留学していたからだという理由を解析することができます。で、またこれらの解析を誘引するために、解析結果の集合としてコーパスがあります。また次のスライドでコーパスについての話をしていきます。まずコーパスとは、例えばなんですけども、栄養学に関する、論文集や太宰治が書いた本など、ある主題に対するデータのまとまりのことを指します。またそのコーパスの中でも特に後付けで、情報がない例として、太宰治が書いた本のようなデータを生コーパスと言います。また生コーパスの中でも翻訳関係にある2語の文章の対、例えば腹ペコオムシと The Very Hungry Caterpillar のようなものを、対訳コーパスまたはパラレルコーパスと呼びます。また翻訳関係にはないんですが、なんか同じようなトピックを扱っていて、それを一つに集めたようなコーパスを、コンパラブルコーパスと呼びます。このような生コーパスは、機械翻訳などの知識源としてよく使われます。で、これに対して、注釈不要コーパスというのがあります。これは、生コーパスとは違い、形態数や語句の意味、固有表現などの注釈がついたコーパスのことを指します。
で、このような注釈付与コーパスは何に使われるかといいますと、自然言語処理の問題がどのような問題があるのかということの明確化の際によく使われます。すいません、それで、生コーパスを使うとどのようなデータが抽出できるのかということについて、言語モデルを説明します。まず言語モデルとは、文や表現の出現確率を与えてくれるモデルのことを指します。この言語モデルについて考えるため、マルコフモデルというものについて説明させていただきます。このマルコフモデルを説明するために、もうこちらも例を挙げるんですけども、今日の体重は風邪であるとき明日が元気である確率というのを考えます。するとこちらのような、確率の式が出るんですけども、この時自分の体調が過去何日間かのデータに依存する性質を持っているとします。そうした場合、この過去のデータに依存する性質をマルコフ性と言いまして、過去 M 項のデータに依存するモデルを、M 回マルコフモデルと言います。で、今回の式では今日ですね、明日から見ると1日過去のデータがあるので1回のマルコフモデルで考えられた、こちらの式ですね、考えられるかと言えます。過去1年分の体調データがあった場合、このモデルは左右推定によってこの以下のこちらのような式となります。で、これを行うとどうなるかと言いますと、例えばなんですけども、1年間の体調の回数を見て、風邪の日と風邪の次の日が元気になった日の回数を全体で見てあげると、風邪の日が20日、風邪の次の日が元気であった日が、10日間というか10回あったとしますと、こちらの普通に入れてあげると計算結果より、50% の確率で明日元気になるということが分かります。で、このようなマルコフモデルの考えを言語処理に使ったものが次の、こちらの N 言語モデルとなります。N グラム言語モデルですね。すみませんでした。N グラム言語モデルもマルコフモデルと同じように考えることで文の出現確率を解析することができます。で、今回は例として、バイグラムを挙げます。バイグラムなので2つの単語について考えます。なので、2つの単語なので現在と1個前という考え方をして、1回のマルコフモデルと同様に考えることができます。そのためこのような1回のマルコフモデルと同様の式によって出現確率の計算ができます。またバイグラム言語モデルで、稽古の単語からできる文の出現確率は以下のようになります。で、この考え方を、ペンは剣よりも強しといった文に当てはめると、この文の出現確率は次のように計算されます。こちらは、ペンの前に冒頭のペンの前に何もない状態と、はという字の前にペンがある状態、剣の前に歯がある状態のように、こちらの全体の積で出現確率を計算することができます。で、これらの積がバイグラム言語モデルでの文の出現確率となります。で、またコーパスを使った問題として、注意付与コーパスが構築されて整理されたデータは、分類問題として扱うことができます。で、このスライドではキノコの分類問題について、一番下の方にありますこちら黄色、色が黄色で、傘の形が丸くて、木が短くて場所が地面にある、で、毒があるかないかっていうのを調べたい場合に、こちらのベイズ、ナイブベイズという考え方を使うと、入力の性ベクトルを X、ラベルを Y としたときに最大確率のラベルをラージ Y とすることを考えると、次のような式となっています。すいません、なんか下にちょっとここは数式入力しますっていうなんか変なの出てるんですけど、ここあまり気にしないで。で、この式だけだとちょっと答えが出てこないので、これをビズの定理によって変形して、またこの時に出てくる PX を削除して、XI が独立であると考えると、ラージ Y は以下のような式となります。
よって、この毒がないという状態について考えると次のように、色が黄色の時に、毒がない時の全体の確率を見て、それと、傘の形が丸の時の確率を見て、このようにこの下のような式の積が、その毒がない確率を出すことが出すことと同義となります。よって今回のように計算しますと、毒がない確率はかなり低いので毒があるのではないかと考えられます。よいしょ。この考え方を、自然言語処理に使用した場合、対象言語の、対象の単語そのものや前後の単語、単語の形を見ることで次にどのような単語が来るかなどの予測をすることができます。で、次はちょっと一旦言語処理の概要から離れてアルゴリズムの基礎について説明します。なぜアルゴリズムを、なぜ自然言語処理をするにあたってアルゴリズムを学ぶかと言いますと、自然言語処理ではコーパスを利用して単語の解析を行う際に N グラムについてさっき説明したんですけども、例としてなんかトライグラムなんか3つあったりとか、5グラム5つのように回数が増えた場合にデータの量がとても大きくなります。そのため非効率な探索法で文字の検索を行うと、その処理に膨大な時間がかかります。そのため、効率的に処理を行うためにアルゴリズムを使ってプログラムを作る手法について考える必要があります。アルゴリズムを説明するためちょっと自然言語にはあまり大きく関係してきませんが、このような例題があったとします。こちらの、ある点、ある8個の点 P の集合の周りを輪ゴムで囲んで離したときにどのように形になるかというのを考えていくと、このような突破問題を解決するためのアルゴリズムは多数存在します。まずは単純にこの突破の性質を見てアルゴリズムを作成したとします。まず、突法の特徴から、輪ゴムで囲まれた部分は3点以上の点の集合によって成り立っています。でそのためその3点を適当に結んであげて三角形を作ります。でその三角形の中に点があった場合に、その点はもうその外側には来れないと考えられるためにその点を排除していくという形で求めていきます。しかし、このような解決方法は点の数が増えた場合に処理の量が、点の数分どんどん増えていく、なんかすごい増えていくことが分かります。そのためこのアルゴリズムが最適化あるかどうかを考える必要があります。最適かどうかを考えるために他のアルゴリズムについても見ていきます。こちらは、貪欲法について、貪欲法でこの問題をちょっと考えた形です。点の中でも、Y 座標が最初の点をローとして置き換えて、その点が含む、その点が囲む点の一部であることがもう一番最初のため分かりきったこととして取ります。で、このローを通る延直線を引いて角度の好順で残りの点を外していきます。すると、ローにそのローに対して角度的に一番弱いと言いますか、一番右の点と一番左の点が求まります。するとその3点はもうすでに、囲む点の一部であることが分かります。で、この囲みから各点をこの囲みに対してさらに各点を追加していって、その追加した点にさらにまた新しい点を追加したときに、これが、左回りの形、実際はこう右回りの形で見ていく、右回りというか時計回りですね、時計回りの形で見ていくんですけども、これがもしこう半時計回りの形に動いた瞬間にその点は間違っているとして、2番目の点、全体の2番目の点、最後から2番目ですね、最後から2番目の点を取り除くといった手法で、その一番右の点から、一番左の点に行くことでこの囲みを完全に解析することができます。で、このように行うことで全点に対して三角形を作る必要がなくなって、点の数が増えても計算する量は先ほどのアルゴリズムと比べて少ない量で計算することができます。また、分割統治法という手法もあります。これは P 点のすべてを X 座標に関してこう左から右へ外していき、問題を Y 座標半分に分割して考える手法です。
で、上半分を分割した後点に対して、時計回りにこう計算していくことで、上半分の凸を作ります。でこの上半分の凸ができた後に下半分に対して時計回りにもう一回最後の点からどんどん最初の点に向かって計算していくと下半分の凸が出来上がります。最後にこの出来上がった線の結びを、縫い合わせることによって、求めたい最後の、方を解析することができます。でこのような手法は計算を分割することができるために並列して計算することで、処理時間の削減ができます。その他にも、いろいろ解決手法があります。並列法や、近似法や一般、ボロノイズを使った、一般化などがあります。でこのようなさまざまなアルゴリズムを用いることで解を求めることができるので、その時の、効率的なアルゴリズムは、アルゴリズムの数を知っていないと、一番最適な解っていうのは一番最適で効率的な形で処理を行うということができなくなるために、自然言語処理を学ぶためにはさまざまなアルゴリズムについて、アルゴリズムの知識を用いて言語処理と一緒に、大きなデータを対応する必要があると考えられます。以上で発表を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。